年はいわゆる名所を避けて桜を楽しむことにしました。今年の桜は咲くのが早いわ、すぐ散っちゃうわ、ほんと焦らされましたね。秋の2回あります。ただまだ春の見頃はもう少し先です。というわけで目下散っていく桜がひたすら惜しまれるわけです。待ってくれ、行かないで。まあこれが無情ってやつでしょうか。桜やバラばかりではないのでした。沿線を歩いて小さな春を探してみるのも楽しいものですね。徒歩0分、ここは穴場ですよ。豊島区はソメイヨシノ発祥の地ということで、ここには4本の若木が植えられています。ビルに囲まれた場所柄のせいなのか、花の時期が他より数日遅れるのがポイントですね。桜が終わっても、これから沿線にはいろいろな花が咲いていきますよ。